膨らんでくるのを待って、ずっと置いとるような、そうですね、ずっと置いて、そうですね、発酵待ちですね。どれぐらい時間かかるんですか？蒸し器を転換してから30分ですね。30分とこの状態から30分、30分後には、あ、なるほど。出て並んでるやつを、風速、あ、風を流すような感じですね。冷蔵、
さんの豚まんサイズ感が大きくて、どうだろう、僕の拳よりちょっとこう大きいぐらいですかね。じゃあちょっと半分に割ってみましょうか。いきますね。うわうまそう。うわすごっ。うわこれはすごいですね。もうじゃあこのままこっち側をいただきます。もうね、笑いが出るほどうまいですね。サンチンさんの豚まんは無添加にこだわられてるから、うん、もうお肉のうまみも野菜のうまみもしっかり感じられて、あの普通の豚まんに比べてこう見ていただくと生地がすごくふわっともちっとこうふっくらしてるのと、中にこううずらの卵が入ってるんですね。あとしっかり豚肉とか野菜もあの無添加にこだわられて、こう子供お子さんでもすごく食べやすい豚まんになってるかと思います。味もこうどっちかというとこう濃すぎず程よく優しめな味わいで、サンチェンさんの豚まんはテレビでも紹介されて、もうお昼間はひっきりなしにお客さんが来てて、なかなかこう買いにくい、こう並ぶような感じなんですけど、今は無人販売所とかスーパーさんにも卸されていて、サンチェンさんの方も気軽に買えるということで、いやもうこの出来たて最高です。
はい、ということで、サンチェンさんの、裏側に潜入という形で朝の作業工程から、密着させていただきました。朝5時からだいたい10時までの間で3000個ぐらい、日によってはもっと多い日もあるみたいなんですけど、あのサンチェンさんのこう美味しい豚まんの裏側を、見れてとても勉強になりました。はい、で今はあのサンチェンさんはここの本店さん、丸の内かな、本店の方で、10時から、18時、店舗での販売もやってます。で店内飲食はできないのでテイクアウトで持って帰れたりとか、あと18時から、次の開店の10時までは、無人販売所ということで、ここと問屋町の方に無人販売所となって、こっちは、だから24時間ですかね、購入できて、問屋町の方は確か10時とか11時までだったと思うんですけど、サンチンさんの豚まんが気軽に買えるようになってますので、ぜひ皆さんお買い求めいただけたらと思います。今日は本当に美味しい豚まんでした。また来たいと思います。どうもありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。